罪のない冤罪冤罪で死刑執行になるのを見てる気分。役職をお選びください,、はい。よろしくお願いします。選択しない場合、っ余っている役職がランダムで振り分けられます。日,日の休日の23時20分頃。あなたの役職は占い師です。ですね、あら占い師ゃはいよろしくしす。夜が更けました。 えっと、ね、をつけて,くださいきてから、20分ぐらいでね、配信解消してるので、まあ寝起きなんですけれども、占い師頑張りたいと思います。占い師は大事なんで。<laughs> 占った対象は人狼ではありませんあ。元カップキョウ、お前村か。まあ、村ではないかもしれないけど。 かつての人狼群の話題が出てきますします。序盤がしお願いします。特にシンコロンは、まあ。特にないんですけど、そうだなぁ。まあ僕よく言っちゃうんですけど、うーん。まあ、まず実利発言とか村、柱発言、禁止でお願いします。この村に関しては。はい。はい もうそれやっちゃう人は本当に無駄にないと思っているので、まあ、僕がここで進行論述べるので、まあ、それは守ってほしいかなと思う。あとはね、そうだな、なんか言うことあるかな。まあ、特にないんだけど、うん別に2週目に、あのなんだろう、裏返しに関しは1週目出てきてほしいけど、霊能者に関しては2週目でもいいと思っているか、まあまあ、それでも僕は精査を頑張りますと言,言っておきます。はい。そんな感じかな。 はい実利ムラスラ嫌いですお願いします9番のプレイヤーが発言しますはいよろしくお願いします特にしようはないです、まあ、私も柱とムラスラはまあ好きじゃないんですけどまあ柱発言は私やったこともあるんでうん。まあやらないようにはしてるかなって思ってますま日によるんだよな 確かあったな、な、ね、んか,かん、ね。初日初週でも,週でもいいで、9番の柱がくかった8番のタイミングで、さっさと出てきてあげた方がいいと思ってます,す、ね、うそうですね、まあ自分のまあ精査をまあみんなができやすいように、多分自分がこういう考察するよっていう自己紹介だけさせていただくと、まあ自分の考え方としては、まず対局感があって、この盤面がこうなってこうなってるから、例えば22だった場合は、 新郎新郎なんじゃないかとか、新郎新居なんじゃないか、新居新郎じゃないかみたいな感じのところから落としていって、うん、じゃあそうそう、それを踏まえた上で、ここの人はこういうようなことを、この人視点で思ってるんじゃないかみたいな、そういう精査をする人間なんでぐらいの、まあ、自己紹介を最後にしこうかなぐらいです。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師です。占い師。2番さんが白。2番さんが白と出てます。 よろしくお願いしまーす。でね、まあ、8番さんと9番さんの印象なんだけども、まあ実利とかやめてねって言って、9番さんはその実利したことによってなんかいいことが、まあか,かつてね、あった経験があるような人物だと思うんだけれども、もう基本的には、基本的に良くないと思ってるから、僕はね、まあ8番さんの意見はまあわか、どっちもまあわかるけどね、まあ8番さんの意見がわかったし、別に色は落ちないけど、まあそうだなと思います。 で、僕はあのー、騎士さんに関して、基本的にはまあ、3、1番目、まあ、2、2番目の僕が出てきていいと思うんだけれども、任せる、それは。僕は騎士の時は潜伏しがちだから、任せます。ただ、占っちゃった時に、あの、攻め、僕は攻めないでね。むしろ攻めるかもしれないけど。それは、ちょっと自己判断で頼みたいかなと思ってます。以上。2>, 2番のプレイヤーが発言します。 はい、お願いします。お願いします。仕事は特にございません。一番さんが私にしろねね、了解しました。現状ね、色がマジでわからないね。八番さん、九番さんに関しては柱発言やめてよって発言だけ。九番、うん、さんに関しては、ね、柱、私はしないように頑張るねっていう発言で、一番さんっていうのが占いで出てるから、占いっていうのは対抗が出てきた場合っていうので、考察すべきだと思ってるから。うん、しかも一番さんに関しては、特段黒い要素って。 っていう黒い要素はなかったなと思ってるから、うん、今のところ色落ち精査がないなって思ってる。8番さん、9番さんに関しては本当に2周目だなって思ってるかな。そうだなぁ。まあ、とりあえず進行だけ言っとくか。自分のね。とりあえず、あのー、白黒理由はっきりね、あのー、逆理論とかパッションとか精査に全然加えていいと思うけど、うん、今まで、 何3番さんが黒いと思ったけどファッション3番さん白いから3番さんやっぱ白ねとかやめてほしいな3番のプレイヤーが発言しますはい3番ですお願いします <coughs>、えー、まあ、8番 K 番2番に関してはまあまあまあいいんですけど1番さんのその義子に任せるって言って結局なんか義子は自分がなんだっけ占った場合なんか攻めるかもしれないみたいに言ってて なら騎士出せばいいやんと思ったかな、普通に。うん。そんななんか占い師入らないでほしいとか、まあ要求するんだったら、はっきり出せばいいやんと思ったけどね。諸説あるじゃん。うん、潜伏したい人いるでしょ。そんぐらいかな。気になったのはそんぐらいですかね。で、なんだっけ、2番さんがパッションの同茶だとか言ってたけど、 でもなんか、あんまりおかみ、ね、っぽくはないシなか村ま見しか。その人の自由だから、うん、そこを2番さんに制限される必要はないと思う。うん、ファッション感じたなら村で見てもいいんじゃないの ?4 番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営、特にしようございませんと。 うん直近の3番さんの1は棋士を出せばいいやんっていう叩きはちょっと不当かなと、1番さんは出てきてほしい的な感じだったけど、任せるっていう感じだったんで、まあまあ、あのーうん、自分が棋士だった時って出たくないこともあるからっていうような感じだったんで、だから、1が真の時は三郎はないのかなっていうふうに思いましたね。 うん、逆に136だったらちょっと逆にラインは切ってくるっていうのはあるかなと思いますけどっていう。うん。まあ89に関しても8番の言っていることはまあ普通、うん、普通の進行論っていう感じなんで、まあ2周目かなと。9番さんもなんか盤面から精査するタイプなんだなっていうだけでまあちょっとあんまり9番さんも色落ちてないなっていうところですね。うんうん、はい。太鼓いないのいかな。はい、五番さんどうぞ。 のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。まあ、三万の一殴りは変ですね。一番は、僕が騎士だった時は出たくない時もあるから、まあ、それは騎士に任せますよ。ただし、僕は出てほしいですよって、ある種、一番の。 えっと自身の考えっていうのは落としているから3番の1に対してそこまでになだったら出ろっていうべきじゃないっていう殴りは不当プラス2番に対しても不当かなと思っていてまあ2番という人物は白黒をつけるときは理由をはっきりつけてくださいねロジックを立ててくださいねと師匠のもとでファッションとかまあそういうのでもいいんだけどでも理由があった方が自身は納得しやすいよっていう2番の思考開示だから3番の2殴りもめちゃくちゃ変ですね。 はい3番が単体でおかしいと思ってます。1番は9番に対して、9番は柱をしてメリットがあったことがあるのかなって組み取ってたけど、僕は逆かなって思ったけどね、なんか柱をして間違ってしまったことがある人物に僕は聞こえました。さあ <laughs>、はい、ちょっとごめんな。6番同村ヤーが発言しまい俺、一緒にいたからさ、9番。はい、おはようございます。6番村ラビ陣営で写真をうにありません 知って僕と言っていた通り、3番さんも怪しいんだけど、2番さんに疑問に思っていて、2番さんっていうのは、裏考察でも、ファッションでも何でも使っていいんだけど、S さ、うん <S S がファッション感じたが白いっていうのは、どのこのってっ、率直に何って思ったんだよね。ファッション使っていいのに、ファッション使った理由で白起きはしちゃいけないっていうのは、何なんだろうと思っていて。 これならファッション使っていいよって言うべきじゃないかなって思っているから4、うん、に全く触れてないのが怪しいかなとは思ったかなぐらいです、うん、以上7番のプレイヤーが発言しますはいお願いします特に CO はないです1カッ村ってことでいいのかなの、ね、はいえっ、ー、とね あのー、4番さんがさ、まあ俺もその4番さんや5番さんが3番さんに対する精査って俺もいいとは思っていて、3番さんの叩きって不当だと思ってるんだけど、ただ一つ違うのが、特に4番さんが挙げてたんだけど、1真だった場合は3番の狼がないのかな、でも逆に1番さんが狼だったら1、三道路があるのかなっていう発言はしていたけど、4番さんって3番さんの狂人は追わなかったのかなって思ったの。 俺は直感的に1番がシーンだった場合って3番ってあの1番の占い師に入りたい強人なのかなって思っててその視点がなかったのかなっていうふうに思ったで今は6番さんも言ってたんだけど5番さんってそこまで4番さんと精査が一緒なんだったら4番さんの印象良くなるはずなのにんで4番さん触れなかったのかなっていうのは俺も気になってましたはい8番,さん8番のプレイヤーが発言しますお願いします はい、えと、4番さん、例のね、4番さん、例の。はははいいいもう棋士出ていいんじゃない ?5 番さんが棋士。そうなのか。えなるほど。1、角、1、角、1、角か。そしたら、角、角、角ね。普通に考えて、三番さんでいいかなと思ってるのが、三番さんっていうのは、ちょっと話聞いてない人かなと思ったら、1番さんっていうのは棋士を占っても攻めないでくれって言ったんだよね。だから僕は、正直、4番さん、5番さんが、1番さんは、 そうじゃないよって言ったけど、1番さんっていうのは、棋士を占っても責めないでくれって言ったに対して、3番さんが、あの、棋士じゃあ出した方がいいじゃんとかって言ってるのがおかしいなと思ったから、僕は3番さんおかしいと思っていて、そこに対して4番さん、5番さんが、ちょっと、えっ、ー、と、なんだっけ、1番さんに対する、えっ、ー、と、1番さんが出てきてほしいって言ってたよっていうのは、ちょっとずれてるなと思ったから、ちょっと変だなと思ったんだけど、それは僕のせいさが間違ったなと思ったかな。で、あと、2番さんに関しても、2番さんは、いや、パッションもありって言ったんだよね。だから、そこに対して番さんが、 えっと、2のパッション、自由とか、どうじゃこうじゃって言ってたのがおかしいなと思っているかな、うん、って感じかな。現状3番さんでいいかなと思ってるわ。3<加>もし,し3番さんが無駄だった場合って、三番さんつっといた方が確実にいいのかなあの、後々いいかなと思うよね。三番さん黒打たれて、黒うっしかなやけど、三番さんが最後ね、怪しまれて迷った時に、3のかな,かなのたたもしかしたら6、7の相方に3がいて、 三、うん、が初日印象悪すぎて、釣られると、見て、ね、な結構発言が可能。あと、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 六番さんが、えっとね、六番さんが人外で、九番のプレイヤーが発言します。ますと、発言できない。あ,あできたつ、あ、あ、追加できないかと思っちゃいました。すいません。まあ、多分、つるのは三でいいのかなって思ってんだけど、何なんだろうなーって思ってて。<laughs> 全人外が潜伏してるっていや別に何なんだろうな霊能って別に2周目で出てもいいわけだから、うん、霊能もう出ないっていうのってめちゃくちゃ違和感があって、うん、なんか思ったのはクソ雑なりだと思ってもらって構わないけど8番が人外だった時って霊能出れないから8番自身は人外で出れなかったのかなとか、ね、いろいろ考えたんだけど何なんだろうねって思ってます。 まあ現状一番白いと思ってるのは7かなって思ってて、うん、まあ俺はね、三強陣は全然ありえるかなって思ってて、確かに3番のまあ2番や1番に対しての触れ方はめちゃくちゃ違和感はあったが、基本的にはなんか3番ってかなりヘイト買う動きしてるから、3番狼っぽくはないかなとは思っていたから3かてて、うん、三強っぽいかなって思ってて。 まあ7の指摘が一番自分としてはし近いかなって思いましたぐらいかな。うんうん。ぐらいですね。ただね、あんま6番も人外っぽくないなって思ってて、6番って多分その位置だった場合って、例えばだけどもう占いが出ないってなった場合って、1番と2番に対しての触れ方がなんか人外っぽくないなとは思ってるんだよね。うん に西向き考ないと分かんないですけどね、まあ、人外が何かしらの考えを持って潜伏してるんで、まあ、そこも読み解きながら、まあ、明日の精査頑張ろうかなって思ってますぐらいです。一、うん、番のプレイヤーが発言しますはい二周目よろしくお願いしますまさかの平和村カク,カク確定盤面ですねえーとー、まあ、3落としていいかなと思ってるし三、まあ、番さんにヘイトが向きすぎて僕あんまり少々狼っぽくなかったけどね えっと、4番も言ってたけど、1が真の時3狼っぽくないなーって言ってたけど、ま、あ僕は3占いたくないですね。強人もありえるから。ただ2が強人なのかなー思ってるけど。この盤面的にね。え、2がもらったら、頑張ってほしいな <laughs>。と思ってるけれども。3番占いたくないから今日落としでいいかなーと思ってて、ま、3番が黒だった場合って、ヘイトが向きすぎて2、21番面決傑作た時に3番盛り切れないと思って6、67が潜伏決め込んだパ,パターンもあると思うからまあ6、ま、あ67あたりを占えばいいかなーと思ってて、 えっとー、まあ、3番3んつって、まあ、順番的には3番3んつって明日黒6七どっちからなって黒か黒じゃなかった方どっちかっつって白を出なかった方つって8九でいいのかなと思うんだけどうーんそうかな、まあ、発言精査が正直平和村ってもうライン精査とか全く必要ないと思ってるからあのー、まあ占い頑張りますって感じかな。 あの、僕を守っていただければいいかなと思います。まあ、とりあえず3かなうーん、と思ってる。7番強人で出ないって考えにくいから、ねえ、6番も同様だけど。まあ、9番さん、6番さんがなんか、白く、なんか最後ちょっと時間切れになっちゃったけど、6番さんが落ちちゃったら出るかみたいな話、ちょっと分かんないかな。その考察分かんないと思った。以上。2> 2番のプレイヤーが発言しますはい。 えーとね、現状ね、おかしな発言をしているのが3番と6番ね。それ以外っていうのは、3番に対して叩いている、7番さんっていうのが、6番さんに同調か。まあでも7番さんっていうのは結構糸を組み取っていたから、結構白い様子ではあるかなと思っている。3番さんと6番さんって、2に対して叩く様子がよくわからないんで六、ね、6番さんに限っては2番線っていうのはた、えっ、ー、と、何テンパってる。うん。ロジックを立てて三番さんもし黒で見ていて、パッション、 その黒で見ていたのにもかかわらずパッションだけとかんだろう。声色精査とか、そういうよくわからない精査を加えてサ番さんとかを白く見るのをやめましょうって言っただけであって、何テンパってるって。6番さんの方が意味がわからないなと思ってしまったよ。うん。サ番さんで狼が落ちるとは思ってい、思えないから、現状自分は6番さんに行きたいと思っちゃってるけどね。うん。まあ、占いのね、1番さんが3番さんに行きたいってことだから、三番さん落とす。 のいいんだけれども、6番さんめちゃくちゃ黒いと思ってるよ。訳のわからない叩きをしてくるし。789がそれに対して、うん、えっと、3番さんと6番さんか6番さんがめちゃくちゃ黒い。実践っていうのはおかしいな発言をしているため、7番さん8番さん番さん,番さんっていうのは結構隠れてしまっているなと思ってる。まあ、巨人だろうーん。白もらって全部んだろかな、まあ、9番さんっていうのが一番色を見えない。今のところ、結構8番さんもか、 7番さんが自分の意見を言ってるから、8番さん、9番さんってのは結構便乗位置だったから、結構怪しい位置だよね、そこになると。7番さんよりはね。3番。まあ、変なことは言ってないんす,す。んだけどいいだろまあ、序盤、あのー、全然なんか村があの前半、なんか印象いいとかなん、なんかろくな発言してなかったんで、まあ、僕が村を活性化させさてあげようと、まあ、無理やり。 なんか上げ足を取るような感じで一番と二番を取ったんですけどなこうなりましたねはい <laughs> <laughs> まあまあ大体はこうなるとは思ってたんですけど裏 <laughs> を活性化させるためにさあ虚偽の発言をしてるってことでしょそれその後の発言がみんな伸びていけばいいかなと思ってやったことなんですけどねまあとりあえず僕はハチ釣りでお願いします。 まあ、8、6なんかローローでちょっと見えてるんですけど、まあ、6番より8番の方が確実に釣れるかなと思った、思ったんで、8釣れ直しますね。えー、まず8番さんにちょっと言いたいんですけど、8番さん僕がなんか1は攻めないでって言っただけで、言っただけでなんか、なんだっけ、1は攻め、あのー、なんだっけ、占、騎士を占った時に攻めるとは言ってませんよって8番さん言ってきたんですけど、 一番さんは攻めないでって言った後、むしろ攻めるかもって言ったんですよ。あなた全然話聞いてないですよね。僕になんか、三番さんは話を聞けてない人かなみたいな言ってきたけど、八番さんの方が話聞けてませんよね。一番さんは言いましたよ。あのー、騎士占っても攻めないで、むしろ攻めるかもみたいな発言しましたよ。八番さん全然話聞けてないですね、あなた。八番ツリーでお願いします。4番、はい。 のプレイヤーが発言します。はい発言します。山三つ一番さんもさん占いたくないって言ってるし三つでいいんじゃないかなと思ってます。二番まあ二番三強人そうか平和村レなってるから二番三強人の可能性もあるけど、ま二、あ、が強じゃなかった時は三つって一番さんが白を見つければ例えば六 ね、7が白だったら6七九つり6八九つり切りで勝ちって盤面なんでやなやなああ2番さん今日っぽかったかな、ま、盤面上は今日の可能性もあるけど、ま、とりあえずはあ黒を見つけた方がいいんですかね1番さんいやいやいや白でしょうよ難しいなとりあえず3でいいかな別に白でい,いよはい5番さんは1を守ってくださいね黒見つけても、まあ、3の色見えてもあんまり見ないと思うんであまあ5番さんそう言って1を守るから4か見、ね、に来たところを 自治を起こすっていうのもあるかもしれませんよと、狼さんには言っときますけど、まあ、基本的には、ごまさってくださいうん6番さんののな、8か9言ってたけど、6番さんって、狼だったら平和村作るって、多分もう話の段階で決まってたと思うんで、うん、その段階で片城の2を殴りに行くっていう姿勢が狼っぽくないなって、どっちが言ってたかな、9か8が言ってたと思うんですけど、うーん、んのは分かるなっていうふうに思いましたけどね。うん 平和村を作りに行くって多分夜時間には狼同士で話してた、うん、両方戦局で行こうって話してたんじゃないかなと思うので。6かなー、まあ、命短し、霊能なんで、うん、今日は3人で、1>, い1番さんの占い師話にいたして、1> 1どうぞど5番のプレイヤーが発言します。い,いやーでーす。1番さん守りません。<laughs> <laughs> まあ霊媒の色結果の方がこの盤面は重要かなというので狼は一番かめますが僕は4番を超えしますね。 これは本当に。えっと、3番の色結果をすることが非常に重要だと僕は考えているので、もうあのいらないで 1>, 1番さんを僕は守りません。ん狼さんは1番さんが噛めますよ、とだけ言っておきましす。えっとね、9番は、ちょっと変かなと思いました。9番の視点の中で、7番が白い、6番が人外っぽくないの視点詰めであった場合、9視点と八三狼になるから、まあ8番、3番が見えるか見えないか、一が噛まれようもんなのよ。もう 3番の要素を出していたが、8番の要素は,9番は変やなと思いました。墓場で。はい。かなぁ。まあ、そんぐらいあ。2番が無駄だったら6番に対してのヘイトは、まあ、不自然ですよ。うん、まあ6番の思考の中で2番に対して2番が最終的に最後の発言で何を言いたかったかが伝わってこなかったから、最後ぐちゃぐちゃって2番自身もなったって自負してませんかなんか僕もなんかあまり2番が最終的にどの発言をしたかったのか。 最終的にみんなにどう伝えたかったのかっていうのはあまり僕も理解はできなかったからまあ6番の組み取り方もまあできなくはないから、まあ、2番が向けてる6番が陣外っていうのは、まあ、2が村やったらまあもう少し精査をまあえっと深めてほしいですねはい、まあ、3番の色の方が重要だと思うんで僕は4番守ります6番のプレイヤーが発言しますはい、はいまあ、多分3釣りなんですけど 確定釣りで他詰めませんかって思うんですけどね。それは分かんない、その仕事。3って方人外だと思っていて、ならば、例えばね。それは、手見分からないわだから。まあ、でう<が>で悪いんだけど、9視点っていうのは、67がまあ人外っぽくないっていう発言だったので、38いるっていう説明ができてないことがおかしいっていう理由で、9つって、1番さんが色を見てあ、もちろん霊能がいったら、まあ、霊能も出てって感じで、 で、二周目は三を確定する。黒でなかったらね。っていうのが、一番色見やすいかなって思ったんだけど、多分これサントリの流れはえれ人え決め打ちで釣れるほどでもなくないまあ、あえて,てそう,いう人かもしんないしな自爆もあり得るから、すぐ結果は出してほしいですね。もう連打でお願いします。二人目だよ。ていうの早いよ、僕は。春のだけは。そうなんだろうね。俺って、 ナ,ナが白いとまでは思えなくて俺ナ,ナの場所にいたら人外だったら潜伏するんですよね占い飛んでくるから白圧迫きついから人狼でも多分潜伏するし、まあ、仮に強人だったとしても白飛んでくるだろうなって読みの潜伏するんですよねうんでもあやごめんなさい話がまとまってないけどまあ今日は三釣りでまあほぼ二強かなとは思っています以上七番 のプレイヤーが発言します、うん、はいまあ今の発言聞いて6番さんは黒固いかなって思ったかなあ<ー>まあ最後にさ2番さん強人だと思いますっていうふうに言ってたけどさそれまでさその3番は陣を脇して他詰めてもいいんじゃないかみたいなこと言ってたけどさまあそれまで番さんじゃああなたは2番さんの 精査をどういうふうに受け取っていたのかなって思ってたけど。じゃあなんで最後に2番さんを取ってつけたかのように強人っていうふうに言ったのかな。2番さん強人だと思ってるんだったら、うん、3番さん黒硬いと思ってる、3番さん黒だっていうことでしょう。だったら3釣りでいいんじゃないって思ったけどね。 なんか普通に6番さんが狼で、2番さん狂人、3番が村っていうのが大体分かったから、それで他釣ろうとしてるんじゃないっていうふうに思ってしまったけどね、今の6番さんの発言って、かなりおかしいって思った。そうなると、7しても6番な。2番さん狂人だっていうふうに最後付け足したかの言うように言ったけど、2番さん狂人だと思ってるんだったら3番さん狼でしょだったら3番さん釣りでいいじゃん。なんで3番さんを後に釣ろうとして、他を釣ろうとして、全く理解ができなかったけど。 これ7位いい人だったら相当今日は番9番さんが狼だったらなかなか古速かなって思ったかな9番さんって俺に対しては白い俺,と俺に対しては白い性俺に対しては白いっていうふうに言っててで3番さんに対しては俺と印象が近くその3番さん狂人じゃないかって言ってて6番さんに関しては人外っぽくない8番さんに関しては なんだったっけ八番さんに関しては、そこの1位置だったら、なんか、デーのデーなか、ったンガじゃないかって、みたいに、触れ方を教えたけど、なんか、ライン見せない考察をしてるなって思いました。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。まあ、一,旦し一旦ね私はただだだの石私はただの石石私私ははたたの石いやー、もう難しいわー。7、これで巨人いたい。やなぁ、占ったらやだなーでも、ロック。 6、6占いでいいかな投票が終了しました。し追放されるプレイヤーは、3番、三番の遺言を発表してください。まあ、初日雑殴りをすると、まあ、こうなりますね。はい。勉強になりました。で、まあ、4番さん言ってた通り、あの、4番さんってのは短い命なんで、僕を強人の方なら、 あの、人狼を探すべきだと5神、1神、4神か、1神、1神、5神、4神だから四番さん,ん番の例の結果っていうのは数少な,少ない回数しか残せないんですよ。うん。それで、強人だ、強人だと思う僕を釣っていいんですかうん。普通に人狼を探せようと思うんですけどね。僕を今日で見るなら。 まあ僕は普通の村人です。だから2番さん強人の可能性結構高いです。はい、2番さん目線、僕が,、まあ、僕が皆さん目線、人外で見えるんでしょなら2番さんってのは僕が人狼だと思うんですよ。うん、2>, 2番さんが強人だったら。うん、だから僕をかばうというか、2番さんは平等を僕から6番に向けましたよね。 うん、7、2番んの強靭の可能性というのはまあ高くなるんじゃないかなと僕は思ってますね。なるほど、ね、うんで、2番、あ間違えた、人狼は7、8かなと思ってます。6番さんが2周目でまあまあ白くなったかなと思うんですけどね、うん。6、7が結構バチバチやってるんで、これ、どっちか絶対人狼です。はい、それだけは言っておきますね。以上夜が更けました 人狼に占い師の方は夜のアクションを行ってください38黒じゃねこれ6七どっちか絶対黒いるって言ったの三3番8番投票してんだけどその疑いにどんな根拠があるのかな、うん、8占い師でいい<え>占っワンちゃん勝ちたぞこれ。<laughs> 夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプッジンロが2分の開示を選択しました。占い師の方は夜の <laughs>、夜のその疑その疑いにはどんな根拠があるのかな ?68 ローあるわ。 占った対象は人狼ではありませんあー村か夜が明けました昨夜は1名の方が亡くなりました <laughs> 私頑張ったのに2番のプレイヤーが発言しますはいえー、っとね現状 3番さんというのを狂人で見ていて、六番さん、えっと、最後の3番さんの発言で、6番さんって結構白くなったような発言があったんだけど、どこが白くなったのかも、実施点7番さんの意見結構賛成で、まあ賛成というか結構合っていて、思考がね、6番さんに対しての考察、1周目からも話している通りおかしいだろうって話なんだけれども、しかも取ってつけたようにっていうね、番7番さんの考察があるんだけど、それほぼほぼ同意で、3番さんそこについて6番さんの新要素ってどこって思って、 そうなってくると3番さんの6番さん、えっと、死んじゃないのか、白なんじゃないのかっていう発言は、狂人ムーブなのかなと思ってる。オオカミに対して狂人アピールかなと思ってるから、巨人はお前や !2 番。合図なのかなと思ってるから、3番さん狂人なのかなと思ってる。かな。ほぼ6番さんでオオカミ、落ちると思うけどね。村や6は、うん、!6 六ろや 一週目 2>, ?2 週目もずっと上げてるけどね。6番さんのおかしいだろっていう点。うん、うん。5番さんには6番さんにはそこ組み取ってあげようよって言われたけど、6番さんに対してもそこ抽象的なね、拾い方しかされてないわけだし。しかも私の意見って結構、他の方にも拾ってもらってるから、ね、そこ5番さんまあ5番さん、騎士なんだけども、5番さん6番さんが組み取れてないだけであって、他の方は組み取れてるからね。 そこでわけのわからない人外乗りをしてる6番さんっていうのは限りなく黒いと思ったけどね。はい、かな。え、ら、まさ 9× 番に関してはね。4番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。え、あと何人 ?6 人でこれ、今日ミスったら、3番さんで <laughs>、あれがえ、え、今日陣落ちてなかったらやられるパターンですよね。 むずくねあ、そうか。2に強じいたら3分の1ってことだもんね。ええー。8とつながる、また、つながら、つなげててこないんだもんね。はぁ。わ、まあ、かんない。これ6番3って昨日、普通に7番、昨日、一昨日から7番とか言ってんすよね。普通に安定で3行っときゃいいところ。あーっていう、目立つ行動をしない。 人狼ならしないでしょう。難しいね。理論。いっちゃうと7か9なんだけど。うん4番。いや、言った通り6番、なんか2番さんすぎ、6番さんのこと書えてましたけど、6番さんって、っ言ったみたいに68ロ,ローだったら、まあ夜のうちに出ないって決めてなかったら普通に6番さん出るし、8番さん2周目出ると思うんで、決めてたってことは、 からには絶対白なんですよねだからそこにつたき入れに行くことってあんまない気がするから7か9かなと思ってるんですけどいやマジであんまり死ぬ気満々だったんであんまり考えてなかったんでちょっとこの後もっかい679の発言と5番さんの意見を参考に頑張ります5番のプレイヤーが発言します、うん、いや1番さんはねびっくりしたんじゃないかな

7弾きの6か9で迷おうかなって僕は思ってます、4番さん7はじきじゃあ9しよう。6の視点の中で2が強靭に見えて3番は全員じゃないか、3番陣外決め打ち進行で、まあ9あたり落としませんかっていう6の主張だが、あえっとね、2番がスムラ家庭した場合、2番スムラ家庭、3番が陣外だって6視点って3番強靭もあるわけでしょ じゃ、2スムラだった場合、3番強陣落とせて、1番が2分の1でスムラ占えたら勝ち確定盤面だから、3番陣外決め打っているのに、なぜ789から手をかけようとしているのかが、僕には全く理解できないんですね。3番陣外決め打っているんだったら、3番落としで、1番がスムラ占える確率上げるっていうか、まあ、そのままステイさせた方が良くないですかだから6番の視点詰めの中で、 まあ3万人外決め打っているのに789から行こうというのがあまりむらしこに僕は感じなかったですね。だから7番の6への主張はめちゃくちゃまっとうだったと思いますよ。6番は7番におそらく跳ね返せないと思うので。うん。まあ6か9で迷おうかなって現状は思ってます。一番最初に7番に当たって,占って欲しかったな、うなさいのプレイヤーが発言しなかすよ あと4番さんに言うと8が自爆してるんで、2人外しかいないんで、今日どっか釣ったとしても大丈夫ですっていうので、えっとね、はい、7の発言で気になってない人がいるみたいなんで言うけど、7, 発7の発言で俺が3人ぐから行こう、う3人ぐ決め打ちでって言ってんだ、ね、か、7視点、俺が人狼の時三3の白が見えたから、他から行こうとしているんじゃないかって言っていたんだけど、それってどういう意味かな人狼っていうのは色分かっているから、最大心境でしかないから、村人分かるって何なのって思っていて、 7視点で何がつけたのかなって思ったから、あと7視点で俺が三の村がつけた時になんで3行かないのどういうことなんだろう相方の人狼釣ろうってことなのだなう ?6 視点でも共存したら負けだなんえっと ?3 の村だって分かったんならば別に3釣っていいし、怪しい位置として置いとこうっていうのかな。でも三占われないって言っていたし、2日目占い、 いや二強、ね、人を付け出しっていうのでブーブー言っていたんだけど、じゃあ二強人に見えなかったんですかね。俺視点っていうのは結構村目線二強人が硬いなって思っていて、でその時に7が人外の時狂人でも人狼でもそこで俺は潜伏すると思うなって言っていたから、その時に一番その選択肢をして7占いができないってことを 危惧したため俺は二教授を見ているから、何の教授じゃないっぽいよって言ったつもりでしたけどね。理解できないですかえっとね、平和村の時っていうのは、7っていうのはほぼ確定占いの場所だから、人外の時潜伏する理があるんですけど、僕が狼で68六ロ,ロ,ロの時っていうのは、潜伏して、さらに12を叩く理由ってないですよね。どう考えても今日は7ですよ。7言ってください。7番のプレイヤーが発言します。あのね、1から説明するね。 6番さんって2番さんのことを狂人として見てるわけなんでしょ見てたんでしょ ?2 週目の発言で。っていうことは3番さん確定人外として置くんだったら3番さんオオカミとしてなるじゃん。じゃあこれがね、6番さんが3番さんを狂人として見ていて789のどこかから冷たいって言うんだったらまだわかるよ。3番さん確定人外として置いてて、 狂人として見てるから789のどこかから冷たいって言うんだった。らでもあなたって3番さんを確定人外として見ていて2番さんを狂人として見ているんだったら3番さんって狼じゃん。でも3番さん釣りに行こうとせずに789はまあ9番から行きたいって言ってたけどそれってめちゃくちゃおかしいじゃん。 わかるよね言ってること。で、俺が昨日、おととい落とした精査っていうのは、多分6番が狼で、2番が狂人っていうのが分かって、で、3番が村だからこそ、3番を置いといて、で、他から釣ろうとしたんじゃないかっていう考察を残したんだよ2番の狂人がほぼほぼ透けたからこそ えっと、3番ってこの後の釣り位置として残しておきたいから、789のどこかから詰めたいんじゃないかっていう考察を落としたの。普通に3番強人で置いてるんだったら789から詰めるのはわかるけど、2番強人で3番を確定人外として置くんだったら3番狼なのに3番を残しておくっていうのは、あまりにもおかしいからね、6番さん。これ何も間違ったこと言ってないと思ってますよ。 普通に6番つったら終わると思ってます。2番強人固いと思ってます。6番つったら終わると思ってます。6つりで。6番のプレイヤーが発言します。なんか6番7番がずっと喧嘩してるから、何な,なんだろうなぁと思ってんだけど、え、2の強要素って何な,なのってめっちゃ思っちゃうんだけど、なんかみんなが2番を強人強人って言ってるけど、まあ、結果論として2の強ってあるかもしれないけどさ、俺2番の位置で強人で座ってた場合って絶対例の死をすると思うんだけどなって思っちゃうけどな。 8番が陣外なんじゃねえのっていうふうに言ったのって、せめて1人にした方がいいけど、8番って霊能はもうあの2周目でもいいですよみたいな感じの話,話をしてるから、8番自身で霊能仕様でいないからっていうのを、まあ、雑なり程度でいいと思ってるけど、8番のよそ取りとして落としていて、あと昨日、えっと、自実施点って、まあ、8、3、6、7どっかからするわけじゃん。で、えっと、1番が言ってる通り、平和村になった場合って、ライン切ってるか繋ないでるかなんて分かんないんだよ。 ラインコースってあんまり意味がなくて、しかも初日の初心の発言なんて、まあ、ただの感想文だと思ってるから、そうなった場合で、消去法で3番を釣ろうと思っていて、その理由に関しては、まあ、6番、7番に関しては、まあ、白要素を拾えてるから、今日釣る位置じゃないかなっていうふうに言ってるから、まあ、初日の初心のあの段階で、3番強人っぽいっていうふうに言ってきながら、6、7、白置きしてって、二郎構成あげろよみたいな感じのことを誰かに言われたけど、まあ、それを求めるのは、僕だと思いますよって思ってますぐらいですね。それぐらいです。 いや,ーいや俺3で絶対オカミ落ちると思ったんだよな。視点変わって申し訳ないけど、実視点って自分の村が透けてるから、67オカミで8相方とか67両オカミとかだった場合って、占い師をしてどっか適当に白打っとけば、3白だった場合って絶対3番が釣られるから21番目のグレーズリーだったときって、3番カバー浮きしてるから絶対3オカミ落ちるだろうって思ったんだよねぐらいです。まあとりあえず、6? やめてくれーいい <laughs> !6 日 !6 番 <laughs> お前が、なんかさー、悲しいよ、僕は。罪のない冤罪、冤罪で死刑執行になるのを見てる気分。あー <laughs> ああああはおい、参加録に教授いてくれー <laughs> 東京が終了しました。 追放されるプレイヤーは、6番、6番の遺言を発表してください。もう、一度説明してね。絶対なのね。正直7、79つできたら俺の目線勝ちだったのになっていうのは、ま正直な印象だったんだけど、7はね。絶対7。7がね、3を狂人で見てい,いるならもちろん人狼で見ていて他するのは意味わかんないって言っていたけど、それが村目線じゃないんだよね。僕視点を説明していくと、例えば9を詰めて、1番さんが7白ってな、7、 白じゃないけど、例えば8黒って出て8自爆しましたってなっても3つって7つって勝ちなんだよね。わかるかな、まあ、?3 確定人外だって言ってんだから3つるでしょ ?7 つるでしょえっとね3を釣るって行動は一応そもそも占い地に入れてないわけだからそもそもしかも確定で釣れるわけでしょっていうのは村目線で結構なんていうの無教人見ている段階で <laughs> 結構縄に余裕がないっていうか に釣れないわけだから、人外を早く釣らなきゃいけないっていうのは、わざと白を釣って白圧迫したから絶対強いんだよ、平和村っていうのは。だからこそ、3を人外で見たならば、あ、人狼で見たならば、3は放置しておくべきで、例えば8を釣れたとすると、38人狼なんだから、それは三8を切っていいんだよ。だって3人狼だったらさ、38で終わりだから。えっとね、7の視点っていうのは明確におかしくて、えー、っとね、7が、<coughs> 3を埋められてみて、後で吊る視点で置いとくって言っていたけど、それって俺目線きついんだよね。例えば9をつってわかんなくねえ、別に7個で。1番3が。<laughs> 6、7、死ぬほ叩いてるけどさ、3、6、8。わからんだろうよ。あ、そっか、6、8ちょっとそうならないんか。つムらズ。何、はい、にわかんないだろう。まあ、今日は絶対7つって7。まあ、7 3> 夜3が気持ちったのかなこれ。人道に気をつけてください。死をないから、 まあ、入るんだけど3が教授になったんだな多分な夜が明けました昨夜は一名の方が亡くなりました5番7番のプレイヤーが発言します教授いやごめんいや完全に俺は6番で終わると思ってましたいやこれは いや、俺は申し訳ないけど、<や>キューバーさん黒要素あげろって言われたって、あ<や>げれないよ。俺は圧倒的に6コマンさんの言ってることが、遺言でも、やっぱり俺は6コマンさんの言ってることが何も理解できなかった。いや、今は教授ね。コマンさんの言ってることが全く理解できず、6コマンさんつったら絶対もう終わらなかった時点で絶望でしかなかった。2番さんは教人として見ていたし、教人 CEO してるし、キューバーさん黒要素今から探せって言われてて、何も探せないし。 まあ唯一あるとしたら、9番さん二周目の発言って、全くラインを見せない、まあ、色を見せない考察をしていたなっていうぐらいかな、まあ、これが全然黒い要素にもならないけどね。はい、まあほぼほぼ。えっと、9ンさんはさ、二番さんが気持じゃないってことですよ言っ,てたけど 2> 2った日ですよ。2番さんがさ、じゃあ一番新占い師の 1>, 1番さんがね、3釣り 色も占いたくもないから三釣りって言ってるところから、二番さんが六釣り持っていこうとしたところってどう思ってた俺は二番さんが六番三釣りを持っていたところって相当不当だったと思ってるよ。内容とかもとんかく。だからこそ、二番の行動って盤面上も、盤面上とかも向きにしても発言だけでも普通に狂人目ってあったと思うけどね。まあ、確定人外、うん、確定の狼にこんなこと言ったってあれだけど。はぁ、あ。 すすいまませんでしした9番のプレイヤーが発言します2番狂人だとしても7は絶対に別に2番が強人だった時に6の狼もあるわけだから別にそれって2の強要数るのってめっちゃ思うんだけどな結果論として2が強人だったわけだけどじゃあ逆に聞くんだけど3番って白結果出て,てなんかみんな3番人外じゃねみたいな感じのこと言ってたのに3の強を追わずになんか死んないけど途中から2の強を追ってるの ほうが俺おかしいと思ってたけどな <laughs>。はい。まあ別に7の黒る要素ないですが。ああ、まあ昨日6に行ったのはまあ6の方がまあ多分投票集まるんだろうなって思ってたし、まあ7番が言ってると6番の主張は若干おかしいかなって思ったので、うん、別に3番から釣ろうが、別に他のとこから釣ろうが、まあ、釣り直すってあんま基本変わんないと思ってるからどうでもいいやって思っちゃったんだけど。そうね。89。89ね。まあ89。 8級だった場合、俺がまあ8番の1だったら、例の出れなかったら、8番確定人外じゃないみたいな感じのこと言って、やる必要性があんまないかなぐらいですかね。3番釣った後に、基本的に、ああ、まあでもわかんないから、それは客観して。はい。まあ、8級だった場合って、俺も例のに関して出れない動きしてるから、基本的にまあこういう111みたいな盤面になる可能性があるわけだから、まあ自分が、まあ、 2番の強演しようってなっていや、4投票するって信じのってなるからね、79番。それぐらいですね。だから79番課題投票、4馬さんが七九投票するからかいんで結果論として7番がオカミでしたぐらいです。まあ俺は3番で強演落ちてるかなと思ったわけから結構楽観視はしてたんだけどね。はい、とりあえず7番いってください。2>, 2番のプレイヤーが発言します。いやいやいや、私釣りでいいだろう。もう終わりだよ、終わり。 <laughs> 終わり。わかるだろう、人狼。<laughs> もう c o しろよ。もう c o しなくていいから私を <laughs> 釣ってくれ。自炊<お>、ね、するから。これはできないんだよ。ね、強人要素っていうか、まあ、盤面的に私強人でしかなかったでしょう。もう一番さんに占われた瞬間でどうしようかめちゃくちゃ迷ったからね。もともと三 c 用 o 盤面にしようかっていうふうに迷ってたけど、まあ、占い刺さったし、二一番面形成で私釣られずに、で、えっ、ー、と、スムラか えっと、狼釣られないように行こうかなと思ってたけど、まぁ、あ、ちょっと気が変わったってとこもあるね。三四四盤面作れないからって。まぁ、あ、占い、狼が占い潜伏、あの、潜伏したのは結構ビビったけどね。まぁ、あ、部屋村盤面で勝ててよかったね。はい、私つい自分、地釣りするから。誰も入れねえやんお願いします。以上。誰4番のプレイヤーが発言します。れ釣れるぞ、今日一人。 え、2番さん、強靭なんですかああ、た多分7と9、ちょっと疑ってくから、多分お互いに入れ合うし、2番、僕が7と9当てれば、当てれば同票で、新強<競>技。<laughs> いやー、7と9あれですよ、多分お互いに入れ合うと思うんで、2番さん自投票だと僕が当てれば勝っちゃいますけどね。そうだよ。 分かってないっす。しら <laughs> できないっす。できないよ。うん。いや、2番さんもう投票位置も言ってないから、多分、7と9はお互い出会うしかないんじゃないかなって思ってますよ。うん、分かんねえ。だけど分かんねえ。7と9、どっちがどっちか分かんねえっすよ。えー6番さんめ、絶対7番とか言ってたもんな。いやー。ちょっと分かんないっす。 どっちか入れば。あ当てろモナオ当ててくれ !9 行きたい !9 だと思うけどなあ、でも8、9で部決めこういや七7いったかおい、頼むよじゃあ、じゃあ、もう7でいい。7いったか !7 でいい。 追放されるプレイヤーは。七ゲーム終了。村 <laughs> 人陣営の勝利です。いやーいや偉いわ。お九かと思っちゃったもん。八でもそっか。八九で全部決め込まないか。七でしかないと思いました。いや,いや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 。二強表示したじゃない。柱もしっかりしてるじゃない。これで二番。二番は柱意味よ。二番さんは柱意味ないよ。いそうだよ。 二番さん、分自分投票したらさ、決戦投票になっちゃうから、オオカミ死んじゃうよ、2番走らしたら。聞こえてる2票集まったら負けなんですよ。終わりじゃないのかえ、まあれ<や>でも4 2> 2なのか。4入れると、人外2票が消えるから。そうね。二番さん、だから俺を信じて4投票してくれしかね、二強陣で PP は狙えないから、 でもそれを信じてもらえないかもしれないから2番さんは頑張ってオオカじゃない方に投票するしかなかったなあれ七番さんは結局どっちに入れたんだっけ九でしょ9さんああ9番さんか実質七9あんまり心理つかなかったからねいや難かったねお疲れ様でした<や>ありがとうございましたまたお願いしますありがとうございました,またしまありがいしたら登録お願いしましたがいましいま